皆さんこんにちは。2020年紅白歌合戦の赤組司会に抜擢された女優の二階堂ふみさん。演技派女優として活躍中ですが、年収がすごいと話題になったようです。二階堂さんクラスのドラマや映画、 CM のギャラとは一体どれほどなのでしょうか。今回は二階堂ふみさんの経歴と気になる年収や結婚観などについてお話しします。二階堂さんは東京出身の和食料理人のお父様と沖縄出身のお母様のもとで1994年9月21日に生まれています。服が好きだった二階堂さんは古着屋によく通っており、小学校6年生の時、古着屋でフリーペーパーの沖縄美少女図鑑に載りませんかと声をかけられたことをきっかけに、沖縄美少女図鑑ボル4掲載のグラビアでデビュー。そしてそのグラビアがマネージャーの目に留まり、沖縄までスカウトをするために駆けつけ、二階堂さんをスカウトしました。お母様の影響で映画が好きだった二階堂さんは、なんとなく楽しそうだし、もしかしたら映画に関われるかもと思ってスカウトを受け、芸能活動をスタートさせます。以降はローティーン向けファッション雑誌ニコラの専属モデルを務めたり、ファッションモデルとしてファッション誌や広告へ出演していました。中学生の時にご両親が離婚してからはお母様との二人暮らしとなりました。このことについて二階堂さんは、離婚による精神的ダメージはまだありますが、それぞれ別々の人生を幸せに暮らしているので前向きな気持ちになっていると語っています。女優デビューは2007年の13歳の時に出演したテレビドラマ受験の神様でした。その2年後の2009年には、役所広司さんが初めて監督を務めた映画ガマの油でヒロイン役に抜擢され、ポスト宮崎あおいとして注目を集めます。2012年に出演した映画秘密は第68回ベネツィア国際映画祭に出品され、最優秀新人賞にあたるマルチェロ・マストロヤンニ賞を染谷翔太さんとともに日本人初受賞をしています。その後は若手実力派女優としての地位を確立し、2012年9月には平清盛で NHK 大河ドラマに初出演し、2013年3月には舞台八犬伝で初舞台にも立っています。同年には映画秘密悪の経典での演技が評価され、日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞し、地獄でなぜ悪いなどの出演映画3作品での演技も評価され、横浜映画祭および第56回ブルーリボン賞にて助演女優賞を受賞するなど、たちまち人気女優となりました。2018年の24歳の時に出演した大河ドラマ西郷どんは自身の転機となった作品だと語っており、演じるということを見つめ直し、もっと素直にお芝居をしたいし、そのキャラクターを生きることを大事にしなきゃいけないと感じたと明かしています。ちなみに西郷役の主演を務めた鈴木亮平さんからは、感性の化け物とその演技を絶賛されていました。そんな二階堂さんは現在独身ですが、以前自身の結婚観について、全然現実味がないと言いますか、まだまだしたいことがたくさんあってと、結婚願望は湧いてこないことを告白しつつも、今はいろんな家族の在り方があると思うので、結婚してもしなくてもいつか素敵なパートナーの方と明るい世界を作っていくために活動できる方と一緒になれたらなというふうに思ったりはしますと話しました。恋愛については、恋愛はまだまだしたいなって思う、素敵な方と出会えたら一緒になれたらなっていうふうに夢は見ているんですけれどもと語っています。そんな二階堂さんが明かした好きな男性のタイプは、真面目でまっすぐな人だそうです。ちなみに過去には共演した染谷翔太さんや新井博文さん、浅野忠信さんらと熱愛が週刊誌などで報道されています。
人気演技派女優として多くの作品に出演している二階堂さんですが、収入はどのくらいあるのでしょうか。通常連続ドラマの主演俳優は1話100万円から200万円、映画の場合は1本300万円くらいが相場と言われています。二階堂さんクラスだとドラマのギャラの相場は主演で120万円くらいではないかと見られていますので、全10話だと1200万円程度と予想されますが、2022年はドラマ出演はありませんでした。 CM は4社と契約していた2022年、二階堂さんの知名度と人気から考えるとギャラは1社の年間契約で3000万円くらいと見られているため、合わせて1億2000万円となります。映画の出演料は1本300万円ぐらいが相場と言われており、二階堂さんクラスだと500万円くらいだと思われます。2022年は2本の映画出演と1本の公開延期がありましたので、1500万円と想定されます。そしてテレビ番組のゲスト出演なども入ってくると思われますので、合計すると1億4000万円ぐらいだと考えられます。しかしもちろん全額が二階堂さんに入ってくるわけではなく、事務所との案分となりますので、この金額の5割から8割ぐらいが二階堂さんの収入ということになるでしょう。それでもすごい金額ですね。人気と実力を考えるとこれからもっと上がっていきそうです。そんな億レベルの収入が見えている二階堂さんですが、高校生で上京して一人暮らしをしていた時は金銭的に苦しく、お米が食べられないほど厳しかったそうです。2014年12月10日報道のバラエティ番組時をかけるに出演した際には、お金が本当になくてお米が買えなくなって芋を大量に買って芋をずっと食べたりしていたんです、主食を芋にしてという生活を送っていたことを明かしています。そのため友達が家に来る時には入場料として1人2合の白米をもらっていたそうです。高校3年生の時には仕事も増え、映画やドラマの出演も重なり、かなりハードスケジュールだったため現役の大学受験を諦めて一浪し、大学進学を目指しました。撮影現場にも参考書を持ち込んで勉強し、結果2014年に慶応義塾大学総合制作学部に栄養入試で合格しました。当時について、浪人生としての1年はちょっと苦しい時もあったけど楽しかったですとコメントしています。学業と仕事を両立すると決めた理由について、正直私は小中学校時代にあまりいい思い出がなくて、高校で初めて友達と本気で向き合うことができました。素敵な先生と出会って学校が特別な場所になったんです。私もそんな先生になりたいと思った時期もありましたと話していました。忙しい二階堂さんは2020年10月の時点で大学7年生として在籍していることが分かっています。大学は8年まで在籍ができ、それを超えると除籍となるのが一般的ですが、二階堂さんは2020年の NHK のエールの撮影で大学を休学するという手段を取っています。慶応大学では休学期間の上限は設定されていないそうなので、どこかのタイミングで復学して1年で卒業できれば問題なさそうです。エールで共演した女優の薬師丸ひろ子さんからは、大学卒業を諦めないようにと励まされたことも明かしていますので、卒業できるといいですね。多忙な中でも英語にも力を入れている二階堂さん、高校3年生だった2012年にはニューヨークに2ヶ月ほど短期留学をしていた時期があり、ニューヨークは自分がすごく素直になれる街ですし、自分のキラキラしたものが全部詰まっている国ですと話していました。2014年に出演したアナザースカイでは、二階堂さんが披露した英会話に対して雰囲気英語など厳しい意見も見られましたが、2016年の日本外国特派員協会の会見で披露した冒頭の英語での挨拶は、普段から発音を勉強している様子がうかがえたと
英語力の伸びを評価されています。驚くべきはこの英語力は独学で学んで習得したという部分でしょう。文法がおかしいなどと言われることもありますが、多忙な芸能活動の中で勉強をしているその努力は素晴らしいと思います。いかがでしたか？人気実力派女優の二階堂ふみさん、その活躍ぶりや年収もすごいですが、その裏には独学で得た英語力をはじめ見えない努力があることが分かりました。そんな二階堂さんでしたら無事大学を卒業できることでしょう。これからもその活動活躍に注目したいですね。